行田中。はい、こんにちは。ニューヨークでドラムやってます、田中亮です。というわけで本日はですね、ロザーナの叩き方というのをやってみたいと思います。はい、というわけでこのチャンネルではですね、こういった感じのドラムに関する知識や情報というものを発信しておりますのでですね、もしよかったらいいねとかチャンネル登録してもらえるとすごく嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。というわけで本日のお題がですね、ロザーナの叩き方ということなんですけど、これドラマーだったらっていうか、まあ僕よりちょっと上の世代が一番ドンピシャかなと思うんですけどね、もうドラマーが憧れるリズムパターンナンバーワンかどうかわかんないですけど、まあかなり上位に食い込むんじゃないかなと思う、いつものあれといえばわかるドラマーならわかるのかな、どうなのかわかんないですけど、まあすごく有名なパターンですね。でそもそもですね、そのトトというバンドがあって、そのトト4っていうアルバムがあるんですよね、4枚目のアルバム、それの1曲目に入っているロザーナっていう曲で、ドラマーがジェフ・ポカーロっていう、もうドラム界ではもう神様みたいな人なんですけど、その人がやってる、まあハーフタイムシャッフルのパターンなんです、ね。ハーフタイムシャッフルって何かっていうと、まあ6連符を元にした、まあツック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 っていうのがシャッフルだとしたら、ツックツックチックツックツックツックチックツックっていうのがハーフタイムシャッフルと呼ばれるパターンですね。で、もともとなんかインタビュー読むところによると、その人自身もレッドゼッペリンとあれだ、あのエイジャー、あー、スティーリーダン、だんだん言葉が出てこなくなるっていう、そういう年なのかもしれないですけど、の、ビートをこう掛け合わせて作った。まあ、要はパクリだみたいなことをインタビューで言ってたのに、まあ、パクリって言ってたかどうか定かじゃないですけど、覚えてないですけど。まあ、そんな感じで影響を受けて作ったビートなんだみたいな説明はしてましたね。早速、その、結構ね、これ複雑なパターンなんで、一個一個順を追って見ていきましょう。そしたら、まずは右手ですね。右手は3連符。まあ、本当は6連符なんですけど、3連符こう3つあるうちの真ん中を抜いたパターンですね。チッチッってやつ、これを2つくっつけて、まあ3連3つなのが2つあって6個っていう感じの勢い計算になって、なんでチッ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 っていうのを1拍の間にやるっていう感じです。実際やるとこんな感じです。はい、そうしましたら今度はですね、さっき抜いたこの真ん中ですね、ここは抜けてますね。ここにですね、左手でスネアを弱く叩きます。まあ、ゴーストノートって言ったりするんですけど、バーンって叩かずに、タッっていう感じで叩きます。こんな感じになります。さあ、そうしましたら今度はですね、この、チッ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 っていうのが出てきましたね。これで一拍っていう感じなんです。そうしたらこれを続けつつ、24のタイミング、204拍のタイミングでスネアをパーンと叩きます。この時にですね、2拍目、チッ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 ターンって言った直後にまたこの、ちょっとこれ指の形がめっちゃ辛い。この真ん中の、これですね、ゴーストノートが来るんで、ここだけはちょっとね、難しいかもしれない。一発目叩いた後に、これダウンストロークって言うんですけど、打面の近くでスティックを止めておいて、それで弱く叩くって。これ、バーンって叩いた後にバーって持ち上げちゃうと、こっから弱く叩くのってめっちゃ難しいんで、叩く時に落としたらもう落としたままで、じゃ跳ね返りちょっと浮いたぐらいで止めておくっていうことです。で、それでちっちゃく叩くっていう、ここだけ気をつければ大丈夫かなと思います。さあ、ここまで来ましたら、あとは右足だけですね。右足はですね、ドゥン、ドゥパン、ドゥン、ドゥン、パン、ドゥドゥン、ドゥパン、ドゥン、ドゥン、パン、ドゥドゥンっていう感じのパターン。口で言うとすげえわかりにくい。まあ、譜面出せばいいんですけど、譜面なしでちょっとやってみようかなと思ったので、実際やってみると、こんな感じです。さあ、そうしましたら実際の曲のテンポの雰囲気でやってみましょう。さあ、どうでしょうかね。パターン的にはね、結構形になってるんですけど、やっぱりこのグルーブっていうのをこれ出すのがね、めちゃくちゃ難しいんですね。これってのは本当にね、なんかみんなが憧れるやつなんで、これがグルーブが出せたら死んでもいいぐらいの感じのことを言ったりしてて、逆にこのジェフ・ポカールって人はですね、ああ、また、名前が出てこない。あの人、っていう人、プリティ・パーディ。バーナード・パーディって言ってる人が憧れて、バーナード・パーディのシャッフルが出したらもう死んでもいいって言ってた。やっぱね、こう、段階段階があるんですね。みんな先人に憧れていくっていう。で、まあ、ジョフ・ポカーロの
次の世代はみんなジェフ・ポカロに憧れるっていうかね、そう考えてもその次が誰なのかちょっとわかんないですけど、まあそれはいいとしてですね、このジェフ・ポカロのこのグルーブの面白いところっていうかね、裏技的なものがあるんですね。何かっていうと、同じこのジェフ・ポカロが別の曲でグッバイ・エレノアっていう曲があって、これはシャッフルの曲なんですよ。なのでドゥックバッカ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 みたいな感じなんですけど、この時のドゥックバッカもドゥックのドゥとクの間の3連符の真ん中ですね、ここに全く同じようにスネアのゴーストを入れてるんですけど、この時にねスネアのチューニングが結構低いんですよ。でノブという音がするね、80年代のこのバスッダッみたいな感じの音で、それとキックがあるじゃないですか。でキックスネアキックっていうこの3連打がですね、あたかも2バスでドゥクドゥってやったかのように聞こえるんですよ。なのでドゥックバックドゥックバックってパターンなんですけど、音だけ聞くとレコーディング聞くとですね、ドゥクドゥガー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 って聞こえるんです。これめちゃめちゃ面白い。実際のパターンはこんな感じで叩いてます。まあこれこそね、レコーディングマジックというかね、普通スネアね、そうやって入れたら、そんなキックと区別つかないなんてことなかなかないかなと思うんですけど、そこをね、ひょっとしてというか多分狙ってやってんのかなって、ね、最初聞いた時僕も本当キックだと思ってたんですけどね、これ映像があって、スタジオレコーディングの映像があるんですよ。で、そこで、もう完全にレコーディング CD のバージョンと違うバージョンで、バージョンは同じなんだけど演奏内容がテイクが違うっていう感じです。で、やってるのがあって、その時に映像を見ると、手がね、こう、三連の真ん中の時にちゃんと動いてるんですよ。それ見つけた瞬間に、はぁ、こういうことかって分かってね、発見したという、まあ、懐かしい思い出があるんですが、まあ、そんなこんなで、ジェフ・ポカーロというね、人の偉大なるグルーヴを今回はご紹介いたしました。両田中。はい、というわけで本日はですね、ジェフ・ポカーロのロザーナという曲をやってみたんですが、まあ、曲というかね、一部分だけなんですけど、いかがだったでしょうか？もし面白いなと思ってくださった方がいたらですね、いいねとかチャンネル登録してもらえると嬉しいのと、あと、ツイッターとインスタもやってますので、そちらもチェックしてもらえると嬉しいです。それではまた、お会いしましょう。